爆発、起爆装置が起動したんじゃないのか。やっぱりだ。おい、やっぱりってなんだ。どういうことだ、探偵坊主。マツコさんの足元の携帯は反応していない。しかしメールの着信音はこの中から聞こえる。ってことは別の携帯がこの中のどこかにあるってことさ。あるってどこに。全ての謎はこのナンバーに隠されている。バカの爆発するぞ。危ない。無念でしたね、マチコさん。もうマチコちゃん残念ながら亡くなってるよ。かわいそうに。おい、考察じゃないな。じゃあ死因は一体何なんだ。後で説明するよ。おっちゃん、この音どっから聞こえる。ここだ。ここから聞こえるぞ。片方だけ開いてる。やっぱりだ。おっちゃん、マチコさんのマスターキーを持ってなさ。探してくれ。おう。建物あったぞ。分かったよ、おっちゃん。たった一つの悲しすぎる真実ってやつかな。犯人が分かりました。誰なんです、犯人は。それは順を追って説明しますから。園田君、園田君、もういい。もう芝居はおしまいにしよう。これだけ第三者に知られてしまったんだ。もう君の犯罪を隠し通すことはできない。園田真知子さんはすでに亡くなっていますよ。え、そんなはずはない。警察に連絡が行くわ。爆発するぞ。心配すんな、うろたえやがって。もうすでに一回開けてあるんだ。爆発もしなければ警察に連絡も行かない。誰かがそういう風にシステムを改ざんしたんだ。どういうことなんですか。この爆破予告の偽装工作をした人物は園田真知子さんが死体のふりをするということを前提にしていた。つまりこの張り紙をした横領犯と真知子さんを殺害した殺人犯は別々にいるということです。別々にいる。そうです。コンピューターに詳しい真知子さんは半年前、銀行の上層部からある極秘任務を依頼されていました。極秘任務。銀行内の不正工作を防ぐため行員全員の個人コンピューターにハッキングし、それを監視する役目です。マチコさんは真実を証明するため前もってあるものをこの貸金庫に隠しておいた。それがこのダイアリーです。このダイアリーにはある二人の人物のメールのやり取りが記載され残っています。それは坂井さんと二村さんのやり取りです。貸金庫から大使のエメラルドの首飾りを持ち出したのはあなた方ですよね。あなた方二人は首飾りを持ち出し、それをごまかすための偽装工作をマチコさんに持ちかけた。お願い、この通り。こんなことがバレたらこの銀行が終わりになるどころか国際問題になるわ。園田君、君だけが頼りなんだ。助けてくれ。俺にはまだ小さい子供が二人もいるんだ。頼む。ねえ、明日まで待ってくれれば全部元通りになるの。それにエメラルドが戻せれば誰も損しないし傷つかないわ。園田君。マチコさんはあなた方の依頼通り防犯システムに侵入し、パスワードを改ざんしてシャッターを閉めた。
そうして大使が日本を去るまでの間シャッターを開けさせないように張り紙をし、マチコさんを殺したと供述した。でも本当に殺してはいない。本当だ、殺してはいない。マチコちゃんは死んだふりをしているだけだから殺したと言っても大丈夫だ、そう思ったんだよな。大使にこの貸金庫室の中に入ってほしくないあんたらにとっちゃ、殺人事件が起こった方が爆破予告も真実味が出るからな。二村さん、マチコさんとの不倫話は全くのデタラメですよね。あなたには不倫ではなく数千万の借金があった。そんなことまで書いてあるのか。だから借金返済のために酒井さんと組んだですよね。どうなるんだ酒井、やめろよそんなこと。あなた方二人は横領の犯人です。そしてマツコさんを殺した犯人、それはマツコさんを殺した犯人、それは長谷川さん、あなたですよね。何を言い出すんだ。あなたのことはこのダイアリーの中では別に書かれてありました。恋人であるあなたとの未来を夢見るマチコさんの気持ちが綴られています。お前はマチコちゃんと婚約をしていた、だろ。婚約していたのにもかかわらずあなたは別の女性とも交際していた。取引先の社長令嬢だそうですね。でもマチコさんはあなたを信じようとしていた。だから酒井さんと二村さんに偽装工作を頼まれたこともあなただけには相談した。こう書いてあります。嬉しかった、彼が一緒に警察に行って酒井さんと二村さんを告発しようと言ってくれたってね。なのにあなたは裏切った。それも最悪な形で。ちょっと待てよ、勝手な推理ばかり並べやがって。大体俺がここに来た時はすでにシャッター閉まってたんだよ。俺にどうやって彼女が殺せるって言うんだよ。お前だよ、俺が今から見せてやる。マチコさんの遺体には小さな赤い出血痕がありました。マチコさんは絞殺されたんではなく毒殺されたんです。お前はそこの植木鉢にこうして添え木に見せかけた吹き矢を隠していたんだ。おそらく矢には何らかの強力な神経性の毒が塗られていた。この方法で殺害するためにはマチコさんがここで睡眠薬を飲んで死んだふりをするということをあらかじめ知っておく必要がある。しかもシャッターが降りた後であり、自分には殺害できないという供述をし、さらにこの密室の空間を利用できる唯一の人間、つまりそれは長谷川さん、あなたしかいないんですよ。それもただの憶測じゃないか。憶測じゃないわ。警視庁捜査一課の佐藤です。同じく高木です。遺体の写真は我々が分析しました。死体の状況から毒殺にほぼ間違いないの。今マチコさんのデスクに表示されていたメールアドレスにメールを送りました。しかし鳴っているのは彼女の携帯ではなく別の携帯です。何が言いたいんだ。よく聞いてください。あなたにはこの呼び出し音が鳴っている場所が分かるはずだ。分かんねえよ。0924、思い当たりませんか。マチコさんはあなたの言葉を信じて酒井さんたちに頼まれた通りにここで死んだふりをした。
あなたがここに来て横領した二人を告発し自分の元に戻ってきてくれることを信じて、しかしあなたはその愛を逆手に取った。彼女が死んだふりをすることを利用してあなたは彼女を殺害したんです。明日9月24日はあなたの誕生日ですよね。このシャッターを開けるパスワードもあなたの誕生日のナンバー0924でした。デタラメ言うな。マチコちゃんは死んだふりをしていただけで死ぬつもりなんかなかったんだ。まして自分まで殺してしまうような爆破トリックなんか使うはずはないんだ。マチコさんは横領の告発が成功した時にこの携帯電話をプレゼントとして渡すためあの貸金庫を選んだ。このプレゼントの携帯電話のメールアドレスもあなたの名前凌介とあなたの誕生日9月24日を組み合わせたものです。今までもそしてこれからもあなたに愛されますように、マチコ。誕生日おめでとう。マチコちゃんはな、マチコちゃんはおめえを、おめえみたいなろくでなしを最後まで信じてたんだ。なんで殺したんだバカ野郎。なぜ俺たちがこんな部屋に閉じ込められてたのか。全ての犯人はラン、お前だったのか。ラン！残念ですが亡くなられています。ランが死んだなんて嘘だよな。君は愛する者をその手に取り返せるかな。完全に僕の負けです。ランを助けてくれ。あれは間に合わなかった。